3種類のフィギュアを持ってきたんですけれど、今日紹介したいのはですね、このフィギュアではなくってね、このそれぞれに、ね、ついているこちらですね、このフィギュアを支える、文字通り支えている大事な部分、はい、台座のお話でございます。台座のお話ね、なんか久々にこういうフィギュア周りのね、あのお話するかなと思うんですけれど、まあ僕ね、たくさんこんな感じでいろんな種類のフィギュアを集めているので、まあそれにね合わせた台座どんなのがいいかなってね、たくさんたくさん研究して、まあ動画でもねいろいろ作って出しているんですけれども、まあそんな台座のねお話を今日はしたいなというふうに思います。まずはまあ今ここにね並んでいるフィギュアと、まあ台座のご紹介をしていこうかなと思いますが、まあ一番ちっちゃいものからね、まずは食玩のね騒動ですね、騒動がこんな感じで、台座はですね、あの騒動、この普通に売られているね、あのギーツとか今やってるライダーシリーズの騒動だとこんな感じで台座がねちゃんとついているので、まあ今これにねはめているという状態。まあ食玩のねこの穴はね3ミリ穴と呼ばれるもので、あの共通していてね、あの、まあ、3ミリの穴なんですけれど、なのでこの足についているね穴もここにね刺すことができるので、まあ、すごいダイナミックな感じでね飾ったりもできたりと、このね台座は意外とね使い勝手がいいんですよね。こう後ろに穴が開いてたりして、ここにねこう厚みをねつけることもできたりとか、あとは手首もねここに刺すことができたりとかして、なかなか優秀な台座でございますが、まあこれは普通にね騒動にあの付属してねついているものなので、まあ食玩用というか形でねかなり便利なものですね。でまあその食玩関連でねもう一個あるのがこっちですね。今これフィギュアーツがついているんですけれど、こちら、はい、これがですね食玩ベースと呼ばれるもので、あのまあかなりね、かなりといって1年前ぐらいか1年半ぐらい前かなに紹介したことあると思うんですけれど、あのまあ食玩用のね台座ということで、この食玩ベースというね商品で売られてたんですよね。確かバージョン2ぐらいまで出てきて、このクリアのやつとね、あとはブラック、若干こうクリアブラックみたいな感じのね色味のやつと2色でね展開されていたんですけれど、それ以降ちょっとね出なくなってしまったんですけれど、僕はかなりね好きなシリーズで、あのその食玩ベースが販売されている時期はねめちゃくちゃ買ってました。10個20個くらいはね買って今も使っているんですけれど、まあ食玩ベース何がいいってね、あの食玩用ということで、さっき言ったねこの3ミリ穴がちゃんとね使えるので、まあよりね大きな動きをこうつけたりとかするときにね、この騒動の台座よりもねよりこうアームを伸ばしたりしてあのディスプレイできるので、まあこれが非常に便利っていうのと、あとはまあこのねアームも不足しているので、まあ、これをつけて、でフィギュアーツだったりね、あとはその当時はライダーキックスフィギュアみたいなね、ちょっとだけ食玩よりも大きいサイズの、ね、ものでも、まあ、しっかりとね保持してくれて、こんな感じでね耐久性がしっかりと保てるので、今僕はね結構フィギュアーツでこれ使ってます。で、まあ、ちょっと胴回りがね大きいものについてはまた後で紹介するね、このフィギュアーツ用のね魂ステージ、これのねアーム部分だけ使ったりとかして、まあいろんな使い方がねできて非常にね食玩ベースいいなと思ってます。ちょっと今持ってきてないんだけど、板がね不足してるので、この下につけることでね高さを出したりできるので、まあそういったねディスプレイも使ったりしてます。まあ本当フィギュアーツがね保持できるっていうのでかなりねいい商品だったなと思います。また新しいシリーズでね出してくれると嬉しいなと思いますね。で今言ったこの魂ネーションもね、まあ、バンダイのまあ、かなり人気のね商品ですけれど、今乗ってるのはこれフィギュアライズスタンダードの新仮面ライダーですけれど、まあ、フィギュアーツシリーズにねぴったりのサイズ感で、こんな感じのねまあ、ちょっと大きめの台座が、まあ、バンダイからねというか魂ネーションから出ているという感じですね。まあ、魂ステージと呼ばれるもので、まあ、いろんな種類はあると思うんですけれど、まあ、単品でね買うこともできて結構保持力もあってねいい感じ、こんな感じでねダイナミックなポージングでもしっかりと飾れる、フィギュアーツくらいの、ね、サイズ感でも安定感をね持って飾れるというのが、まあ、このシリーズの強みかなというところですね。まあ、ただ魂
しいステージ、僕実はねあんまり買ってなくって、まあなぜかというとやっぱ台座ね、この幅を取るっていうのがねちょっと僕にとってはネックで、まあ、今みたいなこうアクションポーズねつけて、まあ、写真撮ったりするのにはね使い勝手いいと思うんですけれど、たくさんのフィギュアをね並べて飾るとなるとちょっとね幅取っちゃって邪魔っていうのがあるんですよね。まあ、なのでその分食玩ベースってこのめちゃくちゃコンパクトなねサイズ感でたくさんね置けるので、本当フィギュアのそのままのサイズ感で飾れるのでめちゃくちゃいいんですよね。はい、まあそんな感じのこれが3点ですね。まあ今紹介したのはこのライダー関連のフィギュアについている台座ですが、まあ僕はねフィギュアーズだけじゃなくてその他の、ね、フィギュアシリーズもいろいろ集めたりしているので、こっち側も見ていきましょう。まずはこっちですね。まあ今ここにいるヒロアカシリーズのねこの2人はどっちもねアメージング山口のものなんですけれど、アメージング山口に付属している台座がまずこちらですね。まあ、この台座もあんまり使うことはないんですけれど、まあ、穴がたくさんついていたりしてね、まあ、保持力も結構あるの で、あとは亀山シリーズにねこのリボルバージョイントと呼ばれる、まあ、穴のねサイズが全部同じ、あ違う背中だけ違うか、ごめんなさい、リボルバージョイントつけるのはまた別ですね。この亀山用の穴がねついてるので、ここにこうねぴったりサイズで刺すことができて、まあ、いろいろポージングねつけて飾れるというものになっていて、まあ、これは亀山のね純正のもので全部についてるので、ね、たくさん持ってるんですけれど、まあこれもねさっき言った魂ステージと同じ原理でね幅取るのであんまり使ってないという感じです。まあ亀山シリーズ飾るのにはちょうどいいのかなとは思いますね。まずこれが1点で、今このオールマイトを支えているこれですね。まあこれがまあ僕が研究した結果、このぐらいのね大きいサイズアメージング山口だったりマベックスをね飾るには一番いいものだなと思ったのがこれですね。オビッツスタンドと呼ばれるもので、あのオビッツという、ね、会社が出しているマルチスタンドなんですけれど、まあ、これがかなりね使い勝手がよくって、たくさん買ってねこれも結構対応してます。まあ、まずさっき言った通り、ね、サイズ感もあまりね取らない、幅はあんま取らないっていうこの丸型なのもいいんですけれど、アームのね自在度が結構高くてね、ここの、アームの大きさもね3サイズだったかな入ってたりして、まあいろいろ使い勝手がいいんですよね。さらにはこの支柱パーツにもね付属のパーツを取り付けることで2体同時にねこの1本の支柱で飾ったりすることもできるっていう、まあかなり優れもののねアイテムで、これもまた別でね動画作ってるんですけれど、まあそんな感じでねいろんな使い方ができて嬉しいなというのがこのオビッツの台座ですね。まあ、やっぱこういうこの間出たねエンデバーだったりオールマイドみたいなでかいフィギュアはね割と倒れやすいんですけれど、まあ、しっかりとねやっぱ保持してくれるこういう台座があると非常にありがたいというのがね、まあ、この台座のいいところかなと思いますね。であとはまあこれは全く使ってないもので、マフェックスの純正台座ですね。これはですね、まあ、正直あんま使うことないですね。まあ、やっぱ一番サイズ取るっていうのと、これね雨山の台座とかよりも幅も横の幅もね縦の幅も取るの で、あと穴もそんなたくさん開いてたりしないので、まあ、そんなに使い勝手よくない。アームもネジちゃんと締めないと弱かったりするので、最近はもうフィギュアに、ね、ついてるやつ開けなかったりもするんですけれど、まあ、純正の、ね、一応マフェックスも台座がありますよという話で、はいはい、まあ、こんな感じでいろんな、ね、台座があって、まあ、いろいろ試行錯誤しながらね使ってねフィギュアを飾っているんですけれど、まあ別に今困ってるわけじゃないんですけれどね、この台座事情に、まあ、いろんな、ね、台座使うことでいろんな飾り方が、ね、できるので別に困ってるわけじゃないんですけれど、なんかどうも最近ねめちゃくちゃ噂なアイテムがあるらしくて、今日のメインはねそれなんですけれど、何かというとですね出します、はい、こちらです。ディスプレイスタンドと書いてあるんですけれど、これね、まあ、フィギュアプラモデル用のこれ台座ですね。まんま台座です。はい、山田科学という、ね、会社が出している台座なんですけれど、まあ知ってる方はねもう知ってると思いますが、こちらなんとね100均のアイテムでございます。100均で買えるアイテムですね。これがかなりヤバいらしい、これがかなりヤバいらしいので買ってきました。もうねTwitter とかで
写真とか見たり、あとは最近知ったんだけど、この山田科学のね、広報の方なのか、まあ作ってる方なのか分かんないけれど、ツイッターのねアカウント、山田っていうねアカウントがあって、百均の人っていうねアカウント、そこでねこういろいろ使用例なんかも紹介されていたんですけれど、見る限りやばい。これはね100円で言い訳がないぐらいのバリューをねしているアイテムっぽいので買ってきました。ちょっと今日はこれをね試して、実際このね僕がたくさん研究してきた台座たちとね比較してどうなのかっていうのをちょっとね確かめていきたいなと思います。でこのディスプレイスタンドですね、もうその前情報があったのでめちゃくちゃ買いました、めちゃくちゃ買いました。合計で今のところ8個ですね。とりあえず8個買いました。まあどうなんだろう、実際使ってみたらまあまあそうでもないかなみたいなことはあるのかもしれないけれど、多分大丈夫だと思うので8個買っちゃいました。まあそんなに台座大好きな台座研究家のね僕がディスプレイスタンドをどういう風にね使うかっていうのをちょっと今日はねいろいろ試していきたいなと思いますので、早速開けてやっていこうと思います。それではレッツゴー。じゃあもう早速ね開けていこうと思います。裏側にねこんな感じで使用方法とかも、ね、書いてるんですけれど、もう本当にねフィギュア台座のねいろんな使い方ができるよっていうのがね書いてあって、もうこの時点で100均のプレイバリューじゃないと思うんですけれどね、この山田科学さんはね本当にいろんなねフィギュア関連の商品出していて、ガンプラにね使えるなんだろう鉄骨みたいなね、それもまたスタンドなのかなとかもあって、まあ、ほんといろんなね人にフィギュア好きな人にね向けた商品を出すのがね得意だなと思います。はい、サイズ感はね ここに書いてある通りこんな感じです。横幅50、高さが13mm、 あ、じゃあ約 30mm、 13cm ぐらいで、重量 50g までなんで、まあ、割と耐久性はあるのかなと思いますね。でさらに 3mm 穴、さっき言ったね食玩で使えるようなこういうね穴がついてたりもしますよと。そして、縦横斜めの連結 OK ということで、まあ複数個買った理由はそれですね。まあ、連結させることでこうバトルシーンなんかもね作れるのかなということで買ってみました。ちょっとせっかく連結ねできるからもう一個開けちゃおうかな。それぞれジョイントのね凹凸があるので、これをガッチャンとさせると合体できるという、ね、感じです。八角形かな、 1,2,3,4,5,6,7,8 角形なので、まあなんだろう、まんべんなく隙間なくねつけるっていうのはできないんですけれど、まあ横になったり縦になったりねつなげることができるというものでね、まあ結構この連結して飾るっていうのは、ね、いいのかなと思います。さあそしてアームですね。アームこんな感じ。アームのこの掴む部分はね若干径はちっちゃいんですけれど、今こう触ってみた感じね渋みがしっかりとあるから、あれこれ意外と重たいやつもいけるのかもしれん。まあ、ただあんまりお腹が太すぎたりするとねキツキツになるかも。あのマフェックスのねオジーバッツとかは無理かもしれないね。でここに軸可動の、おここもしっかりとはまってるからさ、全然ゆるゆるじゃないよ、すごくない？まあ、100均の商品なので、ね、こう台座はもしかしたらあるかもしれないね。で、あ、ここも外れるんだ。ここが外れるのと先端は、あ、先端も外れる。まあでもここも全然ゆるゆるな感じはしないです。さあ大事なのはこのね、スタンドのアームというか、この棒の部分の硬さですね。いいよ。上。これ全然よれないぞ。絶対によれない。自信がある。オールマイトがめちゃくちゃアクションポーズ決めても絶対にウニーンってならない自信があるぐらいに硬いぞ。すごいかもしれないこれ。でこのね大きめの穴があるんで、これを、一旦真ん中に刺してみようかな。こんな感じ。これも全然ね緩くないので落ちないですね。すごいかも。さあ、で、まあね、100均、言うても100均のものなので、ね、
全然なんだろう、こう曲げることでね、自在に腰の位置で保持できるんじゃないかな。ちょっとやってみるか。やってみますか。じゃあ、まあまずはね、フィギュアーズ並べるとこんな感じか。もうちょい低くだね。どうだろう、まあどっちかというとガンプラとかのねサイズ感のものを飾るのに適してるのかもしれないね。だから割とね、フィギュアーズぐらい背の低いフィギュアだったらこのぐらいは曲げてあげないとね、ちょうどにならないかも。でガチャッと押し、はい、一体並べるとこんな感じ。並べるというか一体ディスプレイするとこんな感じです。まあ絶対に動かないね。まあ絶対動かない。はい、完成です。え、よくない？え、よくないか、これすごくない？感動してます。まあ今はただね、立たせてるだけなので、もう、この状態だけだったら、ね、全然食感ベースの方が幅取らないしいいんですけれど、アクションポーズですよね。さあ行くよ。まず浮かせるよ。はいはい、ちょっともっと斜めらせてみるよ。あ、ちょっとさすがに重み、あ、いや、いけるか。重みがあっても、はい、この保持力、ライダーキックですか。ライダーキック、ライダーキックしろってこと。いや、マジでこのアームもね、ほんとがっつりハマってくれてすごいぞ。とビアガライズ、はい、じゃん、待って、よいしょ、はい、キックポーズ、ででーん、余裕でございます。で、まあ、全然何もこう雑にねスタンドしただけですけれど、あ、もう余裕でございます。絶対に落ちないね。すごいぞこれ、すごいぞ。ちょっともうちょっと遊ぼう、もうちょっとこれで遊ぼう。まあ今ちょうどライダーキックしている新仮面ライダーさんね。いや、これもさ、ここのアームの周りもめちゃくちゃシンプルだからさ、こういうちょっと背中にねマントだったりとかコート羽織ってたりとかしても全然邪魔にならない。うひゃーうひゃー、はいはい、余裕、はい、余裕。さっき話にも出さなかったですけれど、フィギュアライズスタンダードも一応ね専用の台座があるんですけれど、あれってかなりねピーキーな商品で、商品というかアイテムでね、こう角度をね自由に決められなかったりとか、ね、キックポーズ一応取らせれるんだけど使いづらいとかあるんですけれど、これなら全く問題ないね。わあ、これもう今、もう今言っちゃうけども8個買っといてよかったわ。なんならまだ欲しいぐらい。はい、余裕。さあそしてもうちょっと太ったアイテムですよね。オールマイトいけるか。オールマイト、いや、まあ全然いけると思いますよ。まあ、さっき見た通りフィギュアーズサイズでね、全然こうゆとりがあるぐらいなんで、オールマイトがむしろちょうどいいぐらいなんじゃない。はいはい、このぐらいで。アームの径も、あ、全然問題ないね。オールマイトのウエストだったら、はい、余裕。オールマイトちょうどいいサイズ感ですね。これ多分エンデバーも余裕だと思います。はい、絶対動かない。アームもほんとがっつりね押して、押ししてくれてます。動くか、オールマイト動くか。じゃあいいよ、オールマイトなんでね。グワシとグワシと、もうアメージング山口のこのね、ダイナミックすぎるぐらいのフレキシブルな可動域を使って、ほらこうですよ、ほら、さらに角度なんかつけちゃって、これいけるか、いけるか、頑張れ山田科学、いけ、はい、余裕。これはやべえアイテムをゲットしました。はい、余裕です。はい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 、余裕すぎます。あの、全然ほら、ブランブランブラン、すまんな、オビツスタンド。ちょっと、まあ、オビツにはもちろんオビツのいいところがあるけれど、すまん、決定版が出てしまったわ。うわー、マジで感謝です。ありがとうございます。さらに僕がやりたかったこととしまして、まあちょっとね贅沢な使い方にはなるけれど、まあ、この最強アームをですね、もう一本使い
まして、まあこんな感じかなよ。こうしまして、まあもう何がやりたいか皆さんお分かりかと思いますが、ねえ、てっくん久々にね、オールマイトと、はい、ちょっとテンション上がってまいりました。私やばい、ちょっとてっくんの雨山かなりね、あの関節がゆるゆるになってきてしまってますね。最近あんま触ってなくてね、メンテナンスできてなかったからかな。曲げまして、まあ、適当でいいかな、適当にこうかな、はい、はいはい、まあちょっと雑だけどさ、雑だけどドドーン、はい、はいはい、こんな感じ。二人同士にね飾ることもできます、共闘状態ね。はい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 、これやべえと思いませんか？やべえと思いますよね、あなた、はい、思いますよね。うわー、マジで感謝、すごいわ、すごいアイテムです、これ。皆さんマジもう今すぐ買いに行ってください。今すぐセリアとかに行って買ってくださいね。売り切れてても大丈夫、取り寄せられると思うんで、あの100均で聞いてみてください、取り寄せてください。マジでこれです、これです、ディスプレイスタンド、これです。マジで買いに行ってね、すごいの出したわ、これは優勝だと思います、今年の。あー、素晴らしいね。さらにですね、もう一個使い方考えてるものがあって、まあ、さっき言った通りね、3ミリ穴こんだけたくさん空いてるので、ね、はい、入るんですよ。食感ベースのアームが入るんですよ。まあちょっと待って、あのね、オンライン考えてるのはですね、このね、ソードスタンド、これそのままいけんじゃねって思ってたんですけど、これあれだ、ね、軸があのボールジョイントになってるんで、これそのままね無理でした。まあ、なんだけどね、食感ベースがあるんで、ね、ちょっとアームに今2本しかないんで、今2本でいいか、2本でもまあもっと入るよ、3本4本たくさん入るんでね、まあ騒動シリーズたくさん集めている人、こんな感じですよ、もう、はい、こんな感じで、なんか仲良しシンクロニシティになっちゃったけど、まあ、こんな感じですよ、もう自在に何個でもいけちゃうと思うね、たくさんあるんで角度を変えたりしたらね、いっぱい入るよね。こんな感じでソードをねまとめて飾ったりとかもできる。こうなってくるとあれだな、なんかこれにも直接たくさんフィギュアぶっ刺したいぐらいに思えてくるけれど、まあ、ほんといろんな使い方ができるんかなと思います。いや、ここに来て食感ベースたくさん持っといてよかったなって思いますよ、ね、食感との相性もバッチリかもしれないね、このアイテム。はい、マジで3体目、まあ魂ネーションとかでもね、もちろんねできることではあるんですけど、こうね2体同時にとかって、ただね、保持力とこの安定感がね、今までのあらゆるタイザーに比べてもね、もう安定感すごくて、ノーストレスというか、まじでこう遊びやすさがかなり追求されてるので、でしかも耐久性抜群でしょう、本当にすごいと思いますね、感動しました。まあまあ、あくまで一例ですけれど、今ここにあるのはね、まあ、さっきも言った通り連結できるというところもあるんで、無理ですけれど、あ、いや、まあいいや、また連結は別の話ですけれど、ね、まあ、対決シーンなんかもね再現しやすくなってると思いますし、もうほんといろんな使い方ができると思いますよ、ね、騒動なら、まあ、多分ゆとりを持ってあともう一体はね飾れると思うんで、一気に4体並べたりとかもできるし、わあ、すご、最初のあの画面と比べてすごい、なんかめっちゃ増えたなって感じですけれど、まあ、ほんと自由にこんだけ飾れるんですよ。あとやっぱ食感ベースが今のとこ一番かな、親和性が取れてるのがね、一体だけでこう飾ろうと思った時に食感ベースのこのタイザーというかアームがあれば、ね、一体だけで飾れるんで、あーもうこんな感じで1個の台座にね2個使ったりした時は、1個余ったね台座に
に食感ベースつけて一人でねスッと飾ったりすることもできるっていう、はいはい、こんな感じですよ。マジで用途が無限大だし安定感ありすぎて感動しましたね。これは、はい、ちょっと今日は5分気味にね長々喋っておりますけれども、まあとにかく良さは伝わったんじゃないかなと思います。もう舌も回らなくなってきましたね。とにかくね、いいものでしたので、さっきも言いましたけれども皆さん今すぐね100均に駆け込んでねこちら探してみてください。おそらく取り寄せできるんじゃないかな。僕はね、いつも100均でこの商品ないですかって聞いたら取り寄せしますかってね聞かれることが今よくあるんで、取り寄せできるところが多いんじゃないかなと思います。まあ、なので見つからない場合はね聞いてみてね、お取り寄せできますかっていうのもねちらっと言ってみてください。まああと入荷情報とかも多分教えてくれると思うんでね、ぜひともねゲットしてたくさんのフィギュアをね飾る楽しさをねぜひとも味わっていただけたらなと思います。マジでめちゃくちゃいいアイテムでした。これ本当に100円で済んでいいものじゃねないと思いますね。まただそれが100円でね買えるので、皆さんもぜひともゲットしてみてください。はい、ということで今日は100均のディスプレイスタンドの紹介でございました。皆さんもねたくさんゲットしてね。ありがとうございました。おやすみなさい。